です。今日は、バーサス大ちゃんの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ早速見ていきましょう。いやー、このね、大ちゃんさんもね、まあ、かなりね、トッププレイヤーの近いもうプレイヤーをね、持ってるプレイヤーではあるんでね。さあ、しっかりと解説やっていきましょう。俺、右側です。さあ、まずは、これ DT 法ですね、俺。で、大ちゃんさんが、ここはまず、開幕 TSE から、まあ、TSE 連発体制。さあ、これを総裁外してってからの T スピン、テトリスからの T スピンダブル打ってって、まあ、割と火力ゴリラ体制ですね。で、Z から大ミノ、そして、S ミノ、L ミノまでと。だが、しかし、しっかりと、大ちゃんさんも掘って、TSD まで打とうとしているが、そこに S ミノ置くと、致命判定いってしまうと。うん、まあ、これは通常の掘り連って感じではあったかな。今のは、まあ、形をね、かなり良くしてからの掘り連が、かなり効きましたね。さあ、2戦目も俺は DT 法組んでるのに対して、開幕 TSD。はん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 。まあ、あるあるのパターンですね、これね。開幕 T スピンダブル対も DT 波をマジであるあるのパターンなんで。さあ、ここはちょっと T スピントリプルにはできなかったんで、DTTKI。TKI を組んだが、ダブルで妥協する形で、まあちょっと掘り重視にしている感じ。穴いいですね、これね。直列が非常に美味しい。うまくこの直列をしっかり利用していくために、TSD からテトリスで、さらにテトリスを。今の掘り入れにしようか迷ったけど、まあ、火力にした方がいいと判断して火力にしていくと。で、これは T スピンダブルからテトリス、これ総裁外して打ってって、さあ、それに対して相手も、テトリスまで間に合ってますね。で、これちょっとうまく、テトリス掘りできないくて、しかもジェミノの置きミスが辛いがどうだ、これなんとかいけるか。さあ、しっかりとギリギリ間に合う。んー、ちょっと厳しかった。S ミノを屋根にして、まあ、T スピンダブル打てればなんとかって感じだったが、まあ、ちょっと惜しくも間に合いませんでしたね。まあ、結構割と火力ゴリラリカバリーしている感じであったから、まあ、間に合うか間に合わないかっていうところで、勝敗が消した感じですね、今のね。間に合えばめちゃくちゃ強いね。すごいいいリカバリーだったんだけど、ちょっと強引だったかもしれない。ちょっとゴーイングメリーゴだったかもしれない。さあ、うわぁ、これ相手の穴強いな。相手の穴がめちゃくちゃに強いが、こっちもしっかりテトリスから T スピンダブル。で、大ちゃんさん側もしっかり T スピンダブルっていう感じ。まぁ、若干不利かな。地形的に若干不利ですね、今のところね。あ、テトリスを打ってって、2ライン消しからでも、T スピンダブル。そして、ここもちょっとね、1ラインってその攻撃を受けると穴バラ、ほぼ確実に穴バラになるんで、1ラインの攻撃っていうのはもう極力ね、受けたくないんですよね。さあ、T スピンダブルから T スピンダブル打ってて、グッググー地獄。さあ、これはテトリスまで来て非常に辛いが、なんとかテトリスで耐えていく。これも危ない。ギリギリ。超究極ギリギリ間に合って、なんとか耐えてはいるが、さあ、どうだ、これ。2ライン消しからの、さらに2ライン消しで危ない。ゴキブリゴキブリ。まだなんとか耐えている。3ライン消しから、TSE にして、これいいっす。総裁外しがうまいが、なんとか俺も強いてギリギリ耐えている。さらに削って3ライン消しからの、2ライン消しして、危ない、これは危ない。で、TSD からのテトリス2連発っていって、もう超究極ゴキブレしますね、これ。もう危なさすぎる。さらに、TSD 打ってからの TSD、そしてテトリスまで打たずに、これね、すぐ打たなかったらいいですね。すぐに打ってしまうと相手に総裁外しされてしまいそうではあるんで、まぁ、ちょっとね、若干積んでからこれを打っていくっていうね、少しタイミングをずらしました、今、俺側。さあ、9連までの堀は強いが、なんとかそれも耐えてって、テトリス、ちょっとここ総裁当たんなかったの痛いが、どうだ？あ、しかし、大ちゃん側これ、ジェミノずれましたね。大ちゃん側これ、ジェミノの置きミスがかなり痛そう。で、俺がテトリスって言って、それに T スピンダブルを合わせてくる。そして T スピンシングルからの2ライン消しで、STMB 警備ではなく、シングルにしてからダブルにしたから、いいですね。今の大ちゃん側の火力構築は非常にうまい。さあ、ここ一気に打ってて、さらに削ってからテトリスまでと。いやー、これはゴキブリしましたね、本当にね。これはゴキミヤ試合だわ。しかもね、これね、得点が16万点対15万点いってるんで、めちゃくちゃ長い試合でしたね。やっぱりテトリスの対戦においては、その、基本的にまとめ打瞬間火力っていうのが大事になるんで、まあ、ああいうね、一発一発、めちゃくちゃね、いい感じに遅れてるなって思ったとしても、結構ね、一発一発で遅れるとね、
分割して送ると意外とね耐えられたり、こういう風にね耐えたりすることも結構できたりするんでね、まあまあでもそれ込みでもこれは耐え方めちゃくちゃ良かったな。相当ゴキブリでしたね。もう何回やられてもおかしくないくらいのラインではあったんで、しっかりとゴキブリしていき勝ちをもぎ取っていくと、いやーこれは相当熱い試合でしたね。まあやっぱりリプレイ撮ってるだけあるって感じだな。というわけで、こんなところで今日は終わっていきましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではではお疲れ様でした。